はい。テザー放送、鉄尾です。お疲れ様です。なんか、白いタオルを巻くとなんか包帯巻いてるみたいで、怪我人みたいな雰囲気になっちゃいますけどね。はい。よろしくお願いします。ちょっとね、Wi-Fi がね、急にうちの話するんですけど、Wi-Fi が今、まあ、光の回線引いてなくて、で、今、とりあえず光の回線引くまでの間にこのルーターを貸してくれるんですけども、その卓上のルーターでやってるんですけど、まあ、読み込まない。登り速度がもう非常に遅い。遅すぎるみたいな感じで、だいぶね、アップロードに時間がかかるということで、短めな動画一本ちょっと作ろうかなと。この間ね、30分近い編集した動画アップロードしたら一晩かかりましたので、これはいかんなと思って短い動画、ちょっと作ろうかなと思っております。今日はね、ちょっと斜めから、もうすごい、もう、ものすごい斜めからちょっと切ろうかなと、思っておりますね。マス大山みたいな、こんな。ビン切りみたいなね。はい。僕ちゃんと体やったからここ曲がってますよ。ほら。なんで、どうでもいい。そんなこと言ってるからね、時間長くなるんですよ。考え方を変えて、こういう、働き方どうですかという、提案でございます。つまり、ズバリこれはね、トラック副業か、いかがでしょうか。トラックの仕事、昨今2024年問題などありましてね、だいぶホワイトでクリーンに、そして稼げなく、なってきておる業界でありますね。ただ、有給消化 100% とかね。昔はね、トラックの業界、有給なんて言葉なかった。はい。有給？いや、それは、ほら、普通の勤め人の話だから、みたいな。普通の勤め人じゃ、人じゃないよ、俺らは、みたいな。そういう感じだったんで、有給なんてね、あってないようなもんでした。うん、取ってる人もいなかったし、有給消化なんていうのも、まあ、なかった。ただ、今はクリーンに、ホワイトに、法律通り、やりましょうということで、有給消化率 100% みたいなね。まあ、そういう会社もたくさんあります。まあ、当たり前なんですけどね。そして、労働環境は、まあ、時間もぐっと短い。短くなってホワイトになってきました。そしてやっぱり人手不足稼げないということになったんですけれども、ここでねちょっと考え方を変えて斜めからぶった切ってやろうと、こういうことで募集広告ね、最近僕も九州に来ていろいろたくさん見ました。そこでですね、やっぱりある程度ホワイトになってるなと思って、それとですね、あと週に4日から OK とか、うちの会社はダブルワーク OK ですよとか、副業 OK ですよとか、我が社を副業にしませんかとかね。そういう募集広告が最近すごい増えてるなと、見ました。一時期からはもう考えらんない。副業なんてとんでもないでしょみたいな、ろくな給料も払わない会社に限って、副業なんて認められるわけないよね。普通はそうだよね。みたいなこと抜かすんですけど、バカが。今はね、もうそんな時代じゃない。やっぱもう一社で満足できるぐらいの給料をお支払いすることができませんと。クリーンにホワイトにやったら運送業儲かんないんですわと。まあ、何しうちはほら三次受け四次受けだからねみたいな、超大手と付き合ってるけどヤシャゴ受けだからねみたいな、そんな会社たくさんありますので、何しろ給料払えないということで、ダブルワーク OK 副業 OK、ということで、考え方をガラッと変えてですね、トラックの方を副業にしませんか。つまり自分がなんか好きなトラックという仕事、車の運転が好きだ、トラックという乗り物が好きだ、だったら乗ればいい、副業でということで、トラックの方を副業にして本業を別に持って、ダブルでやればいいんじゃないかなと、こういう感じで考えております。そして、あとはですね、トラックの方をメインにするならするで別にいいんですよ、比率として。ただあんまりうまい組み合わせもないなっていうんだったら、派遣という考え方もありますね。派遣の、トラックの会社。つまり派遣会社の間に一社間で、その派遣会社から、トラックの会社を紹介してもらうパターンですね。このパターンでダブルワークをやる。つまり、派遣会社っていうのは、だいたい 80% くらいの出社率、出勤率で、保険とかね、そういうの入らなければいけないことに今はなってます。なので、社会保険とか、正社員、まあ、正社員っていうのか派遣社員っていうのか分かんないですけど、社員という肩書き、まあ運送会社にそのまま入れば社員という肩書きで、ダブルワーク OK ということになりますけど、派遣で働いて保険も適用になる、ということは、そこで、ある程度、例えば仮に資産ですけど20万、そこで稼ぐとします。月給月ね、月20万稼ぐとします。そして、それが週4日ですとか週5日ですとか、そして働き方はすごい、もう8時間ですとか7時間です
ですみたいな、なんだったらもう午前中だけ昼に終わる仕事ですみたいなトラックの仕事あります。そこで空いた時間で、自分でアルバイトをするなり、僕がおすすめするのは軽貨物、例えば軽貨物に乗ってアマゾンの配達とかフードデリバリーとか、あとはスポットワークをすると、ここでだいたい月20万ぐらいなら楽勝で上がります。30万ぐらいだったら普通にボケっと働いてても30万ぐらいは楽勝で取れます。なのでまあどっちの比率を大きくするかはその人によるんですけれども、好きなトラックはトラックで乗りましょう。副業扱いでも本業扱いでもいいです。そして、もうなるべくクリーンにホワイトに、短くして、そこで正社員、例えば仮にそこで正社員という肩書きをもらえるんだったら、副業で、軽バンで、軽バンなんかレンタル、リースもありますし、自分で買っても知れたもんですから、そういうのでドライの軽バン、買えばですね、それも経費になります。そしてアマゾンとかさっき言ったようにフードデリバリーとかいろいろあります。まあ地方の方でそんなのないよって言われても、やっぱりアマゾンとか宅配みたいな仕事はありますし、スポットの仕事も探せば、たくさんあります。わかんないんだったら僕に聞いてもらってもいいですし、レッツゴーチャンネルに聞いてもらってもいいですし、大阪あたりはモツタロウとか、都内とかそっちの方は森さんに聞いてもらえれば、北海道のことはマサボーさんに聞いてもらえれば、みんな、的確に答えてもらえると思います。20万から30万上げるの楽勝です。副業で。つまり、トラックの仕事で20万本業として稼ぎます。そして副業で、軽バンの仕事で30万稼ぎます。まるっと都合50万になります。こっちの方が良くないですか？はい。そしてですね、そのメリットというのは、もし、本業のトラックの方で20万円っていうことになれば、年間で240万円、収入が、ボーナスなしだとすると、240万円って、まあまあ安いじゃないですか。平均よりだいぶ安いっていうことは、税金が安いってことなんですよ。ね。税金が安い。しかも、正社員だと、社会保険、会社が半分払ってくれてますから、そして正社員という社会的信用もついてくる。なので、カードも作れる、ローンも組める。そして、270万円という低所得者という肩書きが手に入る。税金も恐ろしく安い。安いんです。本当に安いんです。はい。なので、そこで、有利に立ち回って、そして副業の方で、じゃあ20万から30万取る。そしたらそっちに税金かかるでしょって言われるかもしれませんけど、こっちの方は車だったり、例えば、仕事で使う道具のパソコンであったり、あとはもうここ、自分の家を事務所にしちゃえば、安分計算といって、こう、まあ、3分の1は事務所として使ってるから、家賃の3分の1は経費として申請できますとか、電気もガスも水道もみんなそうですよ。はい。あとは服を買ったとかね、そういうのも作業着として買いました経費ですとかね、飯を食いに行きました、これはお客さんと打ち合わせです経費ですと、全部経費、なんでインチキしちゃダメですよ。もちろんね、経費にならないものを無理やり経費申請してはいけませんけど、そこら辺のうまいやり方はネットにいくらでも転がってますので、そしてアマゾンとかそのフーデリとかね、スポットワークで、20万から30万、仮に30万取ったら年間360万です。360万ほどの売り上げ、もう経費でスパッと全部消えます。はい。で、税金払うことはありません。まあ、払うことありませんって僕が言っちゃうとちょっとおかしなことになっちゃいますけども、経費を全部、場面ちゃんと領収書取っておいて、これも経費、これも経費ってちゃんと計上していくと、300何十万ぐらいだと、ほとんど、利益は残らないということになりますので、税金は、とりあえず今年は大丈夫ですね、いらないですね、とか、数万円ですね、とか、そういうことになります。圧倒的に安い。そして経費が使えるというのは、非常にありがたいこと、であります。そして、やっぱり本業を持っていれば、そっちで正社員の肩書き、そして低所得者の肩書き、そして、個人事業主になれば、そこで経費という、裏技というかね、すごい技を使えるということで、まるっと、毎月50万の、まるっと50万の暮らし、つまり年間で言うと600万ですよ。600万の暮らしが、要は、日本の平均の年収よりも上ですし、600万ぐらいの年収、600から800ぐらいまでが一番の幸せな世代と言われています。これ何かというと、年収が高くなればなるほど幸福度が上がるわけではないんです。やっぱり、上がったり下がったりするんですけど、その幸福度っていうのは、この世の中の情勢とか収入、鑑みて、大体年収600から800ぐらいの人が、ある程度お金もあって余裕もあって買いたいなと思えるものもすんなり買えて、精神的な幸福度が一番高いゾーン、それが600から800ぐらいの収入のゾーンなんです。それを副業、トラック副業で、軽貨物で個人事業主としてお金を稼げば、税金も安くて難なくその一番幸
幸せな、あの、暑いゾーンで暮らしていけるということで、ちょっと今日はね、あの、短い動画にしたくてこんな話しましたけど、斜めから考え方を変えて、これからはもう終身雇用も終わりましたみたいなことが言われて、もう10年ぐらい経った、時代ですので、考え方変えて一社、もうあの、いい会社にしがみつくみたいな、そういうことではなく、そしてしがみついたとて、年金が出るかどうかはわからないですし、会社が、老後の面倒を見てくれないと、もうはっきり言っちゃってますのでね。はい。なので、そういう考え方のもと、ある程度いい年収をとって、いい暮らしをしたい。そして税金も、安く済むという、こういうね、トラック副業化という、考え方も一ついいんじゃないでしょうか。そしてまあ、さっき言ったように、こう、副業、軽バン買って個人事業主で仕事をじゃんじゃん。まあ、じゃんじゃんしなくても、月30万ぐらいは平気で普通に上がりますけど、しなくても、それをまあ、半分ぐらいの15万ぐらいの売り上げでいいなと、もうちょっと休み欲しいな、ただお金足りないなっていうんだったら、自分の中の、ライフコストを下げればいい。例えば、庭で畑がある。そしたら野菜取れる。その分やっぱコスト下がるわけじゃないですか。なので田舎に、地方に住んでる方なんかは、じゃあ、余った時間で野菜でも育てるかと。自分が食う、野菜、まあメインの野菜、何かわかんないですけど、トマトとネギと白菜と、ほうれん草とみたいな、しょっちゅう食ってる野菜、庭に植えて育てればいいんですよ。そしたら、買いに行く手間、そして車出して燃料使って、そうコストをかけてるのがぐっと下がりますよね。なので収入が上がるということになります。そういう方向で、うまく、自分のなんかこう精神的な余裕を持ちつつ、好きなトラックの仕事もできて、そしていいお金ももらえるというこういう暮らし方の提案、そして派遣という考え方も、一つこれに、当てはまるんじゃないかなと、先ほども言ったように保険とかそういうのも。派遣会社で全部入れるようになっておりますので、派遣会社と言ってもそんなに惨めなものではありません。そういうのをうまく活用、利用しながら、面白おかしく、楽しく、そして精神的な充足を、メインに据えて、人生設計していくのも、面白いんじゃないかなと思って今日は斜めから、切ってみました。いかがだったでしょうか？以上です。ありがとうございました。ごきげんよう。